りです。乾杯、イエイ。ビルダーズ続きからやっていきたいと思います。ですね、今回も訳あって素材島に来ております。今回はふさふさ島に来ておりまして、ここまあ百景の場所なんですが、見てください。あれ、どこ行った、あれどこ行ったどこ行ったぞ。農民が欲しくて村人、あ、いたいたいた。農民をスカウトしに来たんですよ。スカウトというか仲間になってくれる農民を増やしたくて農民がいるかなと思って来てみたら、いました。やった、よかった。オラはマルケス、農民をしてるもんだべ。そうだべ、オラを前さんの島に連れて行ってくれねえだか。喜んで、うん、ありがてえだ。仲良くしてくんの。 OK。 白髪のこの人は若いですよね。白髪の若者シルバーヘアですね。うんうん、なんかシルバーにカラーリングをしているのでしょうか。で、目が赤いですね。なんか変わった感じの方が仲間になりました。よっしゃ、農民ゲット。 OK。 ちょっと百景も覗いてこっか。この百景なかなか作り込まれてますね。なんか建物なんですが、部屋がなんかめちゃくちゃいっぱいあるっぽいですね。わ、なんか素敵な廊下ですね、これ。わー、めっちゃある、めっちゃある。すごいすごい。ここ、教会かな、これ。お、教会だ。はー、すごいねー。よいしょ。迷子になりそうなぐらい、部屋がいっぱいありそうですよ。すごいな。あ、なんか夜になってしまったな。よいしょ。オッケー、農民を仲間にしました。やったね。あとね、ちょっともう一個見てほしいのがあったので、めっちゃ可愛いねんけど、あ、起きちゃった、起きちゃった起きちゃった。仲間になりませんかね、ベビーパンサーなんかね、未だに動物ちゃう、モンスターが仲間になってないので。あ、来た来た来た。ちょっと待って、ちょっと待って。モンスター、モンスター、ベビーパンサーを手なずけた。やった、初めて仲間モンスターです。嬉しい。マジでマジでマジで乗れる乗れる乗れる。あ、やった、乗れた。え、すごいすごい。わー、やった、見て見て、じゃじゃん。おー、かわいい。わー、ちっちゃいベビーパンサー仲間になった。めっちゃ嬉しい。素材島じゃ無理なんかなとかってうっすら思ってた。いろいろ倒してたんですが。めっちゃいいですね。やったー、嬉しい。そうそう。あとね、実は、このふさふさ島1個残してコンプリートできてなかったんですよ。あ、もうなんかさっきチェック押しちゃって、チェック押しちゃって、コンプリートに表示上はなってるんですが、できてなかったんですよね。夜ですけど、まあ大丈夫かな。その素材の場所まで行きますね。あれ、この辺だったと思うんだけど、あー、さになんないとなんないかな。なんかね、蝶々が飛んでるお花だったんですよ、最後の一個は。あ、いたいた、あった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 。見て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 、ほら、このように見て見て、白いね、お花の上に蝶々が乗ってるんです。あー、なんか絵になるな。いろいろ絵になるな。ちょっと待ってね。よいしょ、こんな感じで、難しいな。よいしょ、ほら、蝶々がね、ふわふわって。あー、なんかめっちゃいい、この絵いいですね、いいですね。よしよし、こんな感じでコンプリートしましたと。よっしゃ。で、農民も仲間になったし、ベビーパンサーも仲間になった。やったー、収穫大ですね、これは。よし、じゃあ、空っぽ島に戻ります。戻ってきましたー。わーい、仲間が増えた。やったー、やったマルケスは緑の開拓地に行ったんですね。ベビーパンサーちゃんは赤の開拓地へ行きました。オッケーオッケー。なんか結構住民が増えた疑惑よ。
はい、よいしょ。ちょっと名簿で確認しましょう。結構いっぱいいっぱいなんじゃないかな今。見ます。ですね、はあ、ほら緑は満帆やし、赤も17に結構いっぱいですね。ちょっとマルケスさんは赤に引っ越してもらいましょうかね。でベビーパンサーは、おお乗って移動できるよ。空中でもジャンプできる、すごいめっちゃいいな。オッケーオッケー、ほいじゃあ、そうそう、牛もね更新に引き目が生まれたんですすごいすごい、なんかいい感じに増えてますね。ほんで、あ、やってきた、いい町だべ。よし、農民さん働いていただけるのでありがたいです。チャコちゃんとポンペくんが今空っぽ島赤に来てくれてるんですが、なんとなくこの2人ってモンゾーラミンじゃないですか。だからね、緑に変えていただいて、よいしょ、あれ、あ、いっぱい、そうそうそう、そっかそっか、変えていただいて、そう、クマジョじゃない、こっちだ、サクソン、この人もなんか、あの素材島で出会った村人さんなので、この方に赤に来ていただくことにします。で、やっぱりね、モンゾーラミンはモンゾーラミンで固まってた方がなんかいいかなと思って。で、ポンペもじゃあ緑変えていただいて、よし、ミピズンはちょっと、もうちょっと働いてもらうかもしれないので赤に残っといてもらおうかな。よし、あ、やってきたね、早速。で、飛んで帰るのね、この二人はバイバイ、またねすごい、どうなってるんやろ、あの移動よしよし、これでこの赤のエリアにも農民が二人、うん、いることになりましたので、そう、OK。 そうそう、なんかね、前回いろいろな謎というか問題というか発生してまして、どうしてもよくわからなかったこっちの遠くの箱に物を入れちゃう問題ね。これはね、あの売りなしの種をここに入れちゃった問題があったんですが、これはね、なんかわからんけど気づいたら売りなしの種がちゃんと元の場所に戻ってたんです。あーいる、住んでる、かわいいめっちゃいいこのようにちゃんとね、この場所に戻ってたので、これね、売りなしの種で、売りなしの種はちゃんと植えてくれました、よかったあ、そっか、支柱が足りなくて、そう、支柱のある場所にちゃんと植えてくれてるみたいですね。そう、ウリナスは支柱がないと枯れちゃうのでよし、これで問題は1個解決したんです。あとね、音楽問題、深刻だった音楽問題、音楽が変わらない問題と、なぜかこの妖精の妖精の村の歌が鳴り続ける問題があったんですが、これもね、解決したんですよ。この、なんかわかんないって、理由は全くわかんないんですけど、ホテルの中にこの建物を置いて、これをかけるとなぜか変わるんです。なんかね、外に置いてたら一生変わらなかったんですけど、多分ね、この地図で見た時にあのホテルのマークがついてるじゃないですか。全体で見てもこのようについてるんですよ。で、ここのなんかわかんないですけど、すごい力を持った建物っていうんですか、なんていうんですかねなのでここの音楽がめっちゃ優先されるっぽいんですよね。うん、まあなんかこれに関してはよくわかんないですただなんかちゃんとホテルの中に置いてかけると、音楽が、変わらなかった音楽が何にでも変わるという、うん、変わる感じになりましたよかったよかった、ほんま、もうなんか妖精の村の音楽さここ最近ずっと聞いてましたもんね。ちょっと違うのにしようかな。じゃあこれにしようかな、よいしょ、これにします。今日はよし久しぶりに音楽変えれたよかったよかった。あ、そう、今日の格好はこんな感じで、ツインテールバージョンの、村人の服よし、オッケー。そう、なんかさっき粗大島を冒険してた時にお化けのでっかいのが出てたんでそれを倒してみたらこんなものも
手に入れました。かわいい。でなんか強いモンスター倒すとたまにこういうのがもらえるのでなんか楽しいですね。よしよし、あ、そうそう、ほんでね、よいしょ、ここの植えてた、コーヒー豆植えてたんですけど、農民が住み出してからこのように育ちました。よかった。これ完成形でしたっけ。買ってみましょうか。よいしょ、あ、よっしゃ、実った。完成形ですね、コーヒー豆。オッケー。じゃあこれは植えときましょうか。ただ一個だけか。そうやんな、そうやんな、コーヒー豆をもう畑作ろうかな。うんうん、よし。あとですね、ちょっとやりたいことがこまごまとあります。このお肉をね、ちょっといっぱい買ったので、お肉のレシピってあんまり開発できてなかったんじゃないですか。よいしょ、お肉がねなくてね。なのでちょっとお料理を試しますね。よっしゃ、ほいでは肉基準のレシピを開発します。よいしょ、はい、入れます。お肉と小麦はやってなかったと思います。小麦入れますね。はい、料理。よいしょ、いいね、いいね、はい、お肉と唐辛子もやってないですよね。はい、料理。よいしょ。楽しみ。はい、お肉とサボテン果肉は野菜扱い。あとはやったかな、肉野菜炒めできましたもんね。あ、高級肉野菜炒めっていうのはまだ作れてないかもしれないので、ウリナスを入れてみましょうか。よいしょ、料理。ウリナスって高級部類でしたっけ。あれ、違うかも、はい、違うかもしれない。あ、でもハテナになってるから合ってそうですね。よしよし、よかった。どうだろうね、何ができるかな。肉ベース。あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、スライムの、スライムの顔ですよ。なにこれ、なにこれ。これはなんか予想通りですね。溶岩ステーキだろうね、これ。じゃあこっちから受け取る、予想通りの方。よいしょ。あ、やっぱり溶岩ステーキでした。これはね、前作で作りましたもんね。よしよし。こっちも間もなくできます。はい、あ、これはやっぱり、うん、高級肉野菜炒めですね。よし、オッケー。これ何？は、スライム肉マンやって。すごい。ちょっと見てみましょうか。じゃーん、わー。かわいい、これ。スライム肉マン。ほいで、溶岩ステーキ。おー、燃えとる、燃えとる。これどうなってるんでしょうね。すごいな、燃え盛る炎のステーキと、高級肉野菜炒め。うん、この3つができました。あ、あとさ、キノコは、そういえば。よいしょ、じゃあこれ肉入れて、はい、あ、やっぱり肉とキノコも、あ、肉とキノコってあれやん。そうやった、キノコハンバーグでしたね。作っとこうか。よし、あとね、鮭をね、初めてゲットしたんですよ。ベビーパンサーかな、倒したら鮭、うん、ゲットしてきたんですよ。鮭もちょっと入れてみましょうかね、はい、これも料理初めてかな、鮭単品でいく。うん、行きましょう。よいしょ、うん、初めてですね。オッケーオッケー。あれ、こっちもなんか初めてになってる。あ、高級キノコハンバーグかな。うん、まだ作ってなかったっけか。できます、間もなくできますよ。よいしょ、お、はい。あ、高級キノコハンバーグ作ってなかったんですね。あ、これなんだなんだ、できた。よいしょ、高級焼き魚。あ、そっかそっか、イワシはただの焼き魚で、鮭の場合は高級焼き魚になる模様でございます。おいしそう。で、キノコが、高級キノコハンバーグは安定の美味しそう感。よしよし、料理もね、ちょっと増えましたね。やった、オッケー。あとね、浮き輪を作ったので浮かべたいと思います。あ、こっちはシャワーを待ってる人たちがいるね。よいしょ、じゃあ浮かべてみましょう。どこにしよっか。かかったか。乗ってみる。よいしょ、ちょっと水着じゃないから、あ、でもうろうろできるよ、すごい。遊べるよ。
これはちょっと水着でやりたいですね。おります。じゃあもう一個作ったんで浮かべときます。よいしょ、オッケー。ちょっと水着でやってみようかね。よしよし。わざわざ水着に着替えました。あ、泳いでるかわいこちゃんが。じゃあ乗ってみます。よいしょ。見て、夜やけどサングラス。楽しいぞ。しょうもないけど楽しいぞ。これ住民も使うんかな、どうなんやろ。よし、いいじゃないですか。ね。はい、遊びました。よし、夜ですね。寝ましょう寝ましょう。よいしょ。なんかベッドの数はそろそろ足りたかなっていう感じはするんですが、よいしょ。そうそう、こっちをね、あのもう一個寝室を作りますよって言ってたんですが、女の子のお部屋にしました。よいしょ。かわいい個室かな、うん、大きいかわいい個室になりまして、で女の子の看板を貼っといたんで、ここは女の子のお部屋になりました。なんか女の子っぽいものを置いてみましたよ、いろいろ。よいしょ、パンダとか、こっちはうん、ドレッサーですね。これは可愛い個室に必要なドレッサーでございます。よし、じゃあ寝ましょう。おはようございます。うん、可愛い女の子が寝ております。よしよし、いい感じ。オッケー。よいしょ。ではちょっとホテルを外見を見てください。じゃじゃん、なかなか立派な感じに仕上がりましたよね、ホテル。あの窓の位置も合わせてみたんですよ。2階にも窓をつけたりしてみて、よいしょ、こっちもね窓をつけまして、うんうんうん、いい感じいい感じ。ほいで、こっち側はもう全面窓にしました、ぶち抜いた。すごくいい感じですよね。ホテルや。こっちにも窓をねつけまして、あー、めっちゃいい感じですね。うんうん、満足満足。いいホテルできたと思います。ほい、そしてですね、うん、まあここに小物を置いたりとかもしたんですが、このバナナのカゴめっちゃ良くないですか。バナナカゴ。いいですねいいですね。よーし、オッケー。ちょっと見た目が怪しかったんで元に戻しました。ですね、あとこの唐辛子とコーヒー豆の畑がないので、これだけちょっとここに作ろうかなと。あ、違うな、コーヒー豆はさ、ちょっと待って、植えちゃったんだ、コーヒーの種。そうやそうや、植えちゃったんでした。取りに行かなんな、コーヒー豆。まあいいか、外枠だけ作っとこうかな。コーヒー、唐辛子の畑とコーヒーの畑をちょっとちっちゃめにここピロって作りたいと思います。よし、ではサクッとね、もうねちっちゃめにね作っていきますね。よし、このようにちっちゃめで、うん。ちっちゃいけどこれでいい、これでいいや。で、畑のやつをここかな。よしよし、で、ミミズンにお願いしてと、それでいつものように砂を置いてからのランタンで、こう、よしよし、いいねいいね。いい感じです。で、収納箱も置いときますね。よいしょ、オッケー。で、ここはですね、豆の、コーヒー豆の種はないのですが、ここをコーヒー豆といたしましょう。またね、コーヒー豆の種も、うん、素材島で取ってきたいと思います。で、この隣にですね、こっちもちっちゃく畑を作っていきましょうか。こっちにしようかな、ここ砂やし、うん、そうします。はい、よい、はい、よ。ちゃんと農民の皆さんはね、オアシスから水を汲んできてくれるんですよ。ものすごく働き者や、職業農民。よいしょ、はい、これで OK。 で、かかしを置いて、置いて、置く、ほい、よし、できた。よいしょ、
ケー。で、ここはまだ、そうだね、収穫してないからできないね。よっしゃ、お、旗、耕してくれてるよ、早速で、これは唐辛子の種、よいしょ、入れときます。オッケー、よっしゃ、畑できた。うんうんうん、いいですね、いいですね。農民も2人いるので、なんかいろいろやってくれてますよ。うん、いい感じですね。うん、よしよしよし、オッケー。赤の開拓地もなんか仕上がってきたんじゃないでしょうか。うんうんうん、いいですね、賑やかになったわと。まだ今日はね、新しい島に行かないですあとちょっとやりたいことがありまして、久しぶりに緑の開拓地に行きますね。よいしょ、はい、久々に緑の方にやってきましたよーと。緑はみんなが働いていて、で、卵も生まれて、牛も生まれて、うんうん。ただね、ちょっと牛のね、牛乳の搾り方がわかんないんですよ。何か道具がいるのかなと思うんですけど、うん、そこが謎です。よいしょ。よいしょ、わあ、こっちもめっちゃ生まれてるわ。あれ、牛がなんか、あれ、牛が減ってる。どっかに遊びに行ってるのだろうか、わからん。よいしょ牛減ったりする？え、マジで牛がお亡くなりになったとか、そういうのありえんのかな、わからへん。ちょっと待って、こっちにもちょっと名簿を置いて確認しますね。あ、移動したのか、向こうに。で、子牛が牛に育ったのかな。うん、多分そうかな。うん、多分そう、わからんけどよいしょ。そうそう、こっちでやりたいことっていうのが、ちょっとまたもう一回掲示板に戻りますね。でね、やりたいことが1個ありまして、調べる、このアニマルパーク、これを作りたいなと思います。動物たちと触れ合える憩いの場、うん、飼育小屋とブランコ公園をくっつけたら OK みたいなんで、サクッとできそうなんですよね。うん、よいしょ、じゃあよいしょ。多分ね、こっちに牛いなかったんでね、最初、うん、上から牛が移動したんだと思いたい、多分そう分からんねんけど、なんか結構動物もうろうろするのでね。よいしょ、あ、こっちは賑やかですねでレストランやっぱりあるといい感じになりますね。よいしょ、ではですね、よいしょ、ここにブランコ公園があるので、ここの隣に飼育小屋をくっつけてみたいと思います。これもめっちゃやっつけで作ったんですけどまあいっか、隣につけるだけでいいのかな、つなげないといけないのか、ドアでつなげる、どうしようかな、併設してドアをつなげれば OK、 そんな感じしますよね。では必要なものを作ります。よし、ではちょっとあれですね、デコボコなんで整地も必要ですね。こっちにしようか、草原の土。よし、これでちょっとつなげていきますね。よいしょ、同じぐらいの大きさにして、よいしょ、そうですね、ここも高さを出しますかね。よいしょ、よいしょ、よしよし、これでですね、あ、サクサクのちょっと、じゃあサックを置いていきます犬たちがむっちゃ公園にいるなむっちゃうろうろしてるんやな。ほいで、
入りやすいようにこっちの入り口にしますね。フェンスはちょっといちいち開けないといけないので、よっしょよっしょよっしょよっ、ほい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 、よいしょよいしょ、広場ができた。ほいでここをつなげて、やっぱりこうつなげますね。このように、うん、つながった。ここがブランコ公園で広場になったんですが、ここにしめわら置いて、動物のねわら、あ、これも結構でかかったんやな。きっちきっちですね。きっちきっちやな。どうしようかな、これ位置悪いな。わらをここに置いて、こう、うん、これでいいか。ほんで餌入れをどこに置こうかな、ここ置いて、これで、うん、できたできたできた、アニマルパーク、イエーイ、アニマルパークを作ろう、達成、やった。あれ、また音楽がなんかおかしくなったぞ。開拓レシピを達成したようじゃな、よくやったの。見るがよい、小さなメダルが生まれるぞ。よいしょ、生まれました、やった、小さなメダルゲット。あと8個で勝ったらしいですよ。よいしょ、やったー、オッケー。できた。これももしかしてさ、アニマルパークは地図に出るのでは。音楽変わりましたもんね、ほら。あ、やっぱりアニマルパークがこのように地図に出るマークになりましたので、ホテル同様。これだってホテルで設定した音楽ですもんね。あれ、なんでこんな遠くの緑の改札口までこの音になったんでしょうか。音楽マジで謎ですね。よしよし、お、明かりがないですね。明かりをつけときましょう。よいしょ、こっちも明かりがないな。よいしょ、 OK、 できた。アニマル公園、アニマル公園じゃない、アニマルパークね。よしよし、これももう一個置いとく。きっちきちやな。まあいっか。うーん、音楽の謎。まあここに多分縦ごと置いてピッてやれば変わるんでしょうけど。え、レストランに近づくと音楽はレストランの音楽になるのかな。あ、やっぱり、そうそう、このレストランにもね縦ごと置いてるんですよ。で、今このレストランで流してるのがこの曲なんですよ。うん、で、それ以外には緑の開拓地には音楽を変えるものは置いてないんですよ。置いてないねんけど、アニマルパークに近づくと変わるのか。変わるぞ。不思議、アニマルパークが遠く離れたホテル、遠く離れたこのホテルと同じ音楽が流れる謎の現象が起こっておりますが、まあいっか。よし、はい、じゃあ今日はねこのようにアニマルパークを作りましたよと、わーい、ブランコ公園と飼育小屋を合体させるとこのようにアニマルパークになりました。うんうんうん、はい、ということで、やっとこさ満を持して、次回は新しい島に冒険に行きたいと思います。まだね、なんかやりきったというか、なんかこれくらいにしとかないとっていう。どんどんね、立てたいものはいっぱいあるんですけど、まだまだね、うん、やりたいことはつきませんけれども、まあ、新しいね、島に行ったらまた新しいやりたいことができると思うし、新しいなんかね、仲間とか、新しいなんか作り方とか、なんか生まれると思うので、素材とかも増えると思いますし、うん、次に行ってもいいかなと思いますので、次回は新しい島に行きます、ストーリーを進めていきたいと思いますので、またぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。チャンネル登録お願いいたします。ではまたね、見てくれてありがとう、バイバイ。